カール・ミレッスは、スウェーデン生まれの彫刻家。1875年、スウェーデン、ウップランド地方のウプサラ近郊のOBに生まれる。ミレスは、1879年に母親を亡くしている。姉は彫刻家で、弟は建築家である。神の手1895年より、ストックホルムの美術系の高校で、彫刻や木工を学ぶ。1897年に、フランスのパリに渡ったミレスは、美術学校で解剖学を学び、オーギュスト・ロダンの影響を強く受けている。1904年に、ドイツのミュンヘンに渡り、彫刻家、アードルフ・フォン・ヒルデブラントの芸術論に影響を受ける。人と、ペガサス1905年、オーストリア人画家、オルガ・ミレスと結婚し、翌1906年、ストックホルムに戻り、北方民族博物館のために貴重像、グスタブ・バサオを制作する。1920年から1931年にかけて、ストックホルムの王立美術アカデミーで教授を務める。1931年から1951年にかけてアメリカ合衆国ミシガン州のクランブルックアカデミー・オブ・アートで彫刻の教授を務める。1945年にアメリカ国籍を取得する。1955年、ミレスはリーディンゲーにある住居兼アトリエミレス号殿で死去する。ありがとうございます。